オ,オムリは、ロシア連邦、シベリアのバイカル湖において、比較的多量に生息している酒かコレゴヌス族の白身の魚である。ビミ、味、珍味として珍重され、バイカル湖において、最も重要な水産種の一つである。バイカル湖に広く分布する。産卵期には、バイカル湖に流れ込む河川を遡上し産卵して、湖に戻ってくる。オオムリの主食となるものは、 動物性プランクトンや小魚であり、湖の沖合の表層で捕食するが、稀に固定の小生物を捕食する。生魚の標準的な大きさは 36cm から 38cm、重さ 600g から 800g で、これまでに最大のものは 56cm、2.5kg のものが確認されている。北部に行くにつれて個体が小さくなる傾向がある。 比較的透明の魚種で生成熟するまでに5年から15年ほどかかると考えられる。10月中旬頃、大麦は産卵のためにバイカル湖に流れ込む川を遡上する。それらの川の上流で8000個から3万個の卵を産み、再びバイカル湖に戻ってくる。本種の起源については、北極海からエニセイ川とアンガラ川を遡上してバイカル湖に達したとする説と、 かつて海であった頃、付近にいた魚がバイカル湖に閉じ込められ、淡水化したとする説がある。本種は氷期から氷期末期にかけて発生したと仮定されている。バイカル湖において大きな進化を経て、遡上する川や生息水域により特有の亜種と呼べるまでの変遷を遂げたものもある。これらの種の生殖隔離について議論が行われている。 高い需要と比較的多量な生息数のため、バイカル湖周辺の人々にとり、大無理は重要な食料資源の一つである。ロシア全土にわたり、微チン味として知られており、輸出用として経済的にも重要である。1940年には年間漁獲後6万トンから8万トンに達しピークを迎えたが、乱獲による、 減少のために1969年に漁獲停止となり、その後1974年に厳しい漁獲制限規制を伴い再開された後は、幾分生息数が戻っている。大無理の燻製は、バイカル湖周辺で広く売られていて、シベリア鉄道で旅をする多くの旅行者にとっては、大きな楽しみの一つである。現地では、塩漬けにされたものが好まれる傾向にある。シベリアでは、 一般的なストロガニナと呼ばれるサラダは生のまま凍らせて細く切った大ムリに胡椒、塩と玉ねぎを添えたものである。環境汚染と乱獲による減少のために2017年末に再び漁獲停止になるという。大ムリの燻製一般にホワイトフィッシュと呼ばれる大ムリを含むコレゴヌス族の魚類は日本には分布していない。戦前には食料を増産を目的に 北、アメリカ及び、ソビエト連邦から、禁煙種のホワイトフィッシュや、レイクホワイトフィッシュなどの卵が導入されたことがあったが、定着は見られなかった。その後1969年から1983年に、大無理を含むコレゴヌス族の五種の導入が主に、歓迎地で試みられたが、大無理の量産には至らなかった。いくつかの地方では、 その他のコレゴヌス族の養殖に成功して、現地の故障に放った。そのうち長野県では、ペレットやマレーナという種に、品野ゆきますという流通名を付け、特産としている。またその他にも北海道、秋田県、山形県、福島県、愛媛県でも普及が図られている。ありがとうございます。